はい、今日は2023年の4月の2日の 夜じゃなくて昼の12時14分に録画しております。ということで、今たった今1級になったばっかりで、ちょっといろいろ見てたらあれなんですけど、まあ、とりあえずちょっと対戦をしていきたいと思います。はい、ということで、まあ、やっていくんですけど、なんかどうも初段まではこのまま無料のやつをずっとやってたら慣れるみたいですね。はい、ということで初段からはどうも公式に参加しないと段位が獲得できないみたいですね。それを今知りましたんで、まあ一応課金が必要だということなんですね。はい、という仕様を今理解したというところで、スタートしてまいりたいと思います。3金入ったんで2品1品で1通というところですね。ソーズも、まあ、適当に揃え、ソーズも、とりあえず真ん中来ましたんで、チュン、そうですね、チュンと白は落としていきます。はい、薬牌はいらないという判断で、まあ、E ピンが来てくれれば、一通確定のリーチなんかも、あ、はいはい、これで、まあそうですね、せっかくですから一通ぐらいは確定させたいんで、E ピンが来るのを待ちたいところですね。ウーピンが来たか。まあ、こうなれば、まあ、単純にサブロストが入っての、1か、2ピンがちょっとだいぶ出てますね。まあ、E1 は大丈夫でしょう。ということで、ダウンパーピン、サブロストで、テンパイ。ノベタンテンパイ。あ、まあまあ、これは行きます。行っても別に、文句はないでしょう。サブロスト一発相撲もありますね。一発相撲 A ピン、まあ面ピンの手ですが、ローソはドラでしたね。あ、出ました。低めですが、まあよしとします。面ピンで裏が1個乗れば3班、はい、トップになりましたが、まあ残クですね。安いです。はい、それでは2曲目です。あ、ここはもうチュンを叩いて、まあ小上がり、1,2,3,4,5,6,7,8か、まあいらないですね。国士は狙いません。チュンは2泣きぐらいでもいいと思います。あまり焦ってチュンを取らなくてもいいかなと。白は切れましたね。これはもう白いらないですね。旬はまあちょっと取り目が、ああそういうことか。まあトーン引いてきたんで、やっぱ旬を泣くべきではなかったですね。さてさて、そうなるとペイも一応残しつつ、ペイは1枚切れなんですが、まあ残しつつも、あ、リーチか。リーチならまあ一応 Q1 は大丈夫でしょう。待ちは分からないし、ペイは安牌ですから、ペイ落とすか。これで、あ、E1。はい、狙い撃ちでしたね。マンズはあんまり結局、そんなに安牌でもないんですよね、実は。待ちは悪くないんですよね。はい、次です。はい、ということで、ここはもう薬牌落としていきましょう。イースーピンが入るといいかなというところと、キューピン来たんでカンパーピンが揃いまして、でトーンはなく必要はないかなと思います。トーンは泣かずにイーピンが1枚切れ、カンパーピンとサンゾが引けるといいですね。カンパーピン、サンゾ、まあ、トンを引いてくるといいんですが、そうですね、トンは泣いても、あ、イーソが来たんで、イーソが来ましたからサンゾが来たとして、イーピン、あ、2ピンか、2ピンが来たんであればここを落としていくのもありかなという感じですね。トンは泣きを視野に、あ、3ピンがあんこか。であれば、トンを泣いて、ですね、トンを泣いていくパターンがいいかなと。
一品を残しておきます。一品はイーソか、イーソはちょっと落としたくないですね。そしてリャンウソが落とせれば、リャンウソを落としつつ、ちょっとカミチャがちょっとピンズテっぽいんですが、トンは、あら、はい、サブロッソ、アロキウソか、まあいいです、ここはもうやむなしと。ハネマン、いい手でしたね。これでもまだまだ全然トップが狙える点数ですね。さてさて、これは割といいハイパイですよ。トン、ナンも、あ、トンとチュンもすぐ泣けるようにしておきたいとこですね。嘘か。じゃあとりあえずはピンズをちょっと払いつつ、あ、来ました来ました、これはもう本質に持っていきます。あ、いいですね、素晴らしい引きが来たんで、さあどうかな、パッソー、あー、そういうことか、まあ、とりあえず現物でもこれはちょっと追いかけたいところなんですが、あ、裏目、あー、そういうことか、まあ仕方ないですね。まあこれもやむなしです。まあまだまだ盛り返せる点差かなというところですね。これは安手で一回上がりたいところですね。なのでまあシャーペイ白は確保しつつ、一応総図手を考えつつも、まあしかし上がりが優先ですね。パーピンドラなんで9ピンは少し取っておくか、いや、まあ、こうなってくるとペイが来ましたから、とりあえず9ピンを払います。で、薬牌はちょっと確保しながら、ここはもう総図に染めていきましょう。ああ、そういうことか、これはもう取っておいてドラなんで、サブローピンを狙います。で、ペイは即泣きして、あ、パーピンね、これはもういらないです。ハクは早く離したいところですね。あ、いいですね、非常にいい。で、これでペイを泣いて、ペイを泣いて老朽層を払う感じですか。あ、3かってなってくると、もうここはもう総図でいきましょう。ペイは泣いて、ペイは泣いていきます。おそらくカミちゃんもペイを持ってる可能性があるので、そうですね、ペイを泣いて、イーソも泣ければいいんですが、まあ泣くとすればイーソ、あー、いいでしょう、これでいきましょう。これでイーソーとペイを泣いていくパターンで、ギャンゾか、ギャンゾはいらないですね。もうここはもう突っ走っていきます。まあ、これも泣きますよね。はい、数値いそう、あ、そういうことか。サンフーロ、まあ、数値いそう、これいけるんならもうこれで逆転手を狙っていく感じでいきます。おそらく問い面はもう手ができてない、あ、来ました来ました、はい、ということで、まあ普通の本一ですね。まあまあ本一ですから安いんですが、はい、ということでここでまた安上がりをして最後逆転。ですね、これは結構最悪な感じなんですが、まあそれでもこう我慢して手を寄せていきたいと思います。なんか1枚切れか、ちょっと薬牌は大事にしていきたいところなんですけど、でもまあチュンチャンパイを狙いますか、あ、だだ、ここはスルー、まあここはスルーですね。ペイとチュンがつくのをちょっと待ちましょう。うん、急走2枚持ってるか、
ここはちょっとキューピンを払います。チートイツまではちょっと遠いんですけど、ちょっとチートイの目もあるかなと。あー、チュンが来ましたね。チュンが来たんであればいいピンかな。まあ、これで横伸びとチュンを叩いての安上がり。あ、トラ、まあ、ここはチーソーとして、そうですね、ウーパーピンを狙いつつ、チュンを保険にしつつ、まあ、横に伸ばしていく感じです。スリーチか、まあ、E1 は大丈夫でしょう。おやりか、ジャンピン、いや、ここはもうあんまり、あ、トイメン手なくか、であれば、まあ、ちょっと無理はしたくないんで、ここはちょっと我慢するときですね。チュンはでも安牌というわけではないので、わあ、ここはちょっと怖いんですが、まあいいか。あ、しまったな、今のはちょっと残念な負け方でしたが、さあオーラスですね。まあトンなんで、とりあえず2回上がれば逆転できるイメージで、まあ安手でも、が微妙、1、2、3、4、まあ、これはでもそうですね、まあ、とりあえず白と初を即泣きしていきます。白初を泣いて、とりあえず安くなってもいいので、まあ、安くなってもいいので、とにかくシャニムに上がる感じでいきましょう。あ、泣きが来ましたね。まあ、こうなってくると三蔵も食いついて、カンパーピンも食いついて、初は泣けるというふうに思っていいと思いますので、初を泣いてという感じですね。あ、三蔵が来ましたよ。これで泣けるやつは全部泣いていきます。さあ、これで初が来るといいんですが、ヤンピンは先に落とそう。ナンは誰かが持ってそうな気がしますね。ナンを先に落とした方がいいか。うん、ね、初が出てくると、チュンが出てきたか。あー、ダメか。サンチャに落ちてしまいましたね。残念。いやー、ちょっとこれはちょっと残念な打ち回しという感じですかね。ちょっといまいちな試合になってしまいました。まあいいです。まあとりあえず次に行きましょう。はい、では今のはちょっと中途半端でしたが、もう1試合いきたいと思います。とりあえず9位がもう終わって初段まで行ってから、まあ、ある意味本番みたいなところなんでしょうね。まあ、こちらのゲームもやっぱりお金を稼がなきゃいけないシステムということになってますから、まあ、段位を認められていくためにはですね、まあ、課金が必要だというところですね。まあ、そのあたりもこれからちょっといろいろ考えていきたいかなというところですね。さてさて、あ、トンアンコになりましたんで、まあ、結構これは意外に伸びるパターンなんですよね。リャンピンか、まあ、トン一応ダブトンですからね。リーチを、あ、これはちょっとリーチをしていきたいですね。なのでチーソー、スーチーソーが入ると、あ、ここか、まあ、スーチーソ期待のっていうところですかね。サブローピン、スーチーソ、というところですね。ちょっと Q1 はちょっと持っておくか。そして、まあいいか、 Q1 は切ろう。なん、あ、ここはもうちょっと先に行かないと。サブローピン、チュンか、チュンももう先打ちしよう。
均衡を破るのは果たして、さあこの範囲いらないです。さあこの範囲はどうする、いらないです。ああ来ました、これで上がりまで、あ数値いそか、数値いそ、嘘、あ嘘ダメか、数値いそ、ちょっとローソーを切りたくないんですが、ローキューソー、まあいいや、これはトーとして、これはワンチャンスになってますね。まあ行くしかないですね、ここは。まあパーソーを離して、これでどうか。あ、来ました来ました、なんかいけそうな気がしたんですよね。リーズもトンの、リーズもダブトンか、裏が2個、あ、来ましたね。これでハネマンなんで18000、はい、いいですね。非常にまあかなりラッキーだったというところです。はい、ということで、まあ親のリーチですからね、点が高いです。さあこれは割と早いと思いますんで、これもまあリーチを目指して、そうですね、ペイはとりあえず、そうですね、とりあえず様子見で、いやここはもうドラも持ってきたところなんで、ペイを泣いていく感じにしましょう。ペイを泣いて、あ、2ピン入った、2ピンが入ったんで3と落とします。そしてペイを泣いて、あーっと、まあいいか、これはまあ別にいいんですが、ペイをとにかく泣きたいですね。これはペイを泣かないことにはまあトーンはしょうがないです。サブローピン、ウーパーソー、Q1、 これはいらないですね。あ、ウーワン来ました、ウーソー来たんで、これはもうペイを泣きたいですね。下手にリーチするよりもペイを泣いて、マンガン、あ、9ピンは現物、まあ、数ピンももう打てるんで追いかけていきたいとこです。今は大丈夫、あ、リーチしていきます。これはもうリーチですね。サブローピンです。サブローピンはちょっとないじゃないんですが、可能性は十分あると思います。プレイヤー上がりきることはできるか、なかなか。サブローピン、このまま静かに場が進行していくのか。あ、来ました来ました、はい、リーズもドラドラドラ、フライチで跳ねまんか、はい、フライチで跳ねまんですね、はい、あ、マンガンでした、はい、ということで68000、はい、ということでまだ親番が続きます。はい、チューンが来ましたんで、白髪チューンか、はい、ちょっとまあこれ薬杯をとか言いたいところではあるんですけども、結構ですね、春通がうまくできてるんで、もう三元杯にこだわる必要は全くなくて、三元杯にこだわる必要はないですね。ただまあ先にパースを払ってもいいかなとは思いますね。先にパースを払うか、これでピンズが入るか、もしくは三元杯が入れば、まあこれは本日に仕上げ、あ、こっちが来ましたね。まあやっぱり理想系ですね。リャンパーピンでリーチなんですが、3ピンが入ったんで、リャンパーピン、そうですね、でチューンが出たら即泣きのリャンパーピン待ちで、あ、もうこれリーチですね。まあリャンパーピン待ちです。これはもう一発でしょう、一発はなくなりました。まあ3ピン数ピン切ってのリャンパーピン待ちなんで、あら、本一か、トン本一ドラ1、はい、ということで対面が箱気味ですよというところで、はい、結
降 1,2,3,4,5,6,7,8,7 周ですね。まあでもトンを泣いてすぐに上がりに向かっていくのもいいですし、まあそうですね、トンを泣いて、行きましょう。想像は伸びると思います。さあ、これで旬が1枚出ました。ランはいらないので、あ、スイーピンが来ましたね。まあ、トーンを鳴いていきたいとこです。でピンズが入れば想像、あら、あ、ピンズは入ったんですが、まあランは大丈夫として、トン、いや、これは微妙なんですけどね。ここはもう無理せずに、ピンズを刺します。あら、こういうパターンはですね、無理をしてはいけないんですよね。これは無理をしないですと、とこで、初はションパイではないけど、まあでもピンズ、9ピン落とそう、9ピンを落とします。おそらく初は怪しいところですが、はい、これはもうベタ折りですね。ダウンパーピンか、はい、まあこれはもうしょうがないですね。マンガンか、あ、でも4万2000まで来ましたね。これはちょっと下手すると下手されてしまうんで、なんとかして上がり抜きたいところです。 1,2,3,4,5,6 周、まあこれはピンズに染めてもいいですね。ピンズ染めてで考えていきます。テイとナンが切れましたね。まあしかしこれはもうピンズ染めがいいでしょう。ナンはいらないです。初も2枚出ました。シモちゃんは自敗をどんどん切っていってますね。これリャンゾがつけばもうそれはそれでもありなので、トンを鳴いて、トンはとりあえず、あ、鈴が来ましたね。これでイーシャンテンですが、パーピンを引いての、あ、トン持ってきたかってなると、これでリャンウソが来て3ピンか、うわ、微妙なここはですね、9ピン落とします。9ピン落として、あー、これはですね、無理をしないんですよね。ここでここで無理をしてしまうと嫌な目に遭うので、といってももうなんかすごい、あ、リーチか、リーチなんですけど、まあ安牌もないので、いきますか。あ、また切る牌は間違ったけど、ん、待てよ、これって逆転されたかな。いや、手は安いか、逆転はないですね。はい、よかったよかった。とりあえずこれはまあいい感じに終わることができましたね。まあなんとか逃げ切ったという感じです。はい、勝ちました。これで初段になったのかな、これは。はい、初段に昇格しました。はい、フリー対戦では初段より上に昇格しません。段位認定戦などで昇格することができますよと。はい、ということで、まあ、昨日から始めてもう今日で初段になりました。はい、というところですね。まあ、一応プレイとしては、まあ、かなり良かったと思います。はい、ということでご視聴どうもありがとうございました。